ちは。本日は専属学園音楽大学 OB 合唱団のオンラインコンサートをご覧いただきましてありがとうございます。ただいま大学内ホワイトキャッスルより指揮は私中村博樹、ピアノは山本佳代子でお届けしております。ただいま演奏した作品は今年7月に出場した第5回東京国際合唱コンクール2023で金賞を受賞した曲、千原秀樹作曲女性合唱のためのアベマリステッラ、花も花なれ人も人なれでした。グレゴリオ聖歌と般若心経、そして和歌が千原秀樹氏の手により宗教や時空を超えて融合しました。なびくまじ我ませがきのお見なえし、花も花なれ人も人なれ、細川ガラシャの和歌を美しい旋律とともにお届けいたしました。続いての曲は信長高富編曲による北原白秋童謡詩集女性合唱とピアノのための赤い鳥小鳥です。詩人、童謡作家、歌人として有名な北原白秋は名実ともに詩壇の第一人者であり、詩歌集、童謡集など誰もが知っている今なお語り継がれる作品を多く残しています。1200編もの童謡詩のうち3分の1にあたる400編ほどの詩に山田耕作や中山新平などの作曲家が曲をつけています。これから演奏する赤い鳥小鳥は全3章からなり、第1章は小さな命と題してゆりかごの歌、リスリスコリス、ウサギの電報、ターンキポーンキ、チンチンチドリ、赤い鳥小鳥の6曲を収めています。可愛らしい愛しい者たちへ向けられた眼差しを歌っています。第2章は子供の村と題してスカンポの咲く頃、雨降り、帰ろ帰ろと砂山の4曲を収めています。少年少女たちの日常の様子、生活の場面が思い浮かびます。第3章はいつか来た道と題してこの道、ゆりかごの歌の2曲からなりますが、途中のピアノパートにはからたちの花も部分的に登場します。幼い頃の思い出やふるさとを懐かしく思う気持ち、郷愁、望郷がテーマになっています。信長高富氏の編曲によって風景、匂い、音などが映し出されているようです。誰もが口ずさんだことのあるこれらの曲がメドレーによってどのように変容するのかもお楽しみに。それではお聴きください。Thank you.
ー